クルト・ダリューゲ、クルト・マックス・フランツ・ダリューゲ、カート・マックス・フランツ・デラが、1897年9月15日から1946年10月24日、は、ドイツの政治家、秩序警察、オーポ初代長官、第二代米面命令保護領副総督、新衛隊、SS の高官であり、最終階級は、新衛隊上級大将、SS ・オバー・アグラ・バンフアルア及び、 警察上級大将、ジェンララブラストデアポリザイ。ドイツ帝国プロイセン王国のに、中級公務員、パウル・ダリューゲ、ポール・デラガとその妻ラウラ、ラウラ、旧姓・ベッカー、ベッカーの次男として誕生。2歳上の兄に、エイリ・ヒダリューゲ、エイリ・ヒデラガがいる。ブラスラウとフランクフルト・アンデア・オーダーの小学校、フォルクス・シューレを卒業した後、フランクフルト・アンデア・オーダーの実家ギムナジウムへ、 入学時、1916年1月に、戦時中のアビトゥーアノに合格して、ギムナジウムを卒業。第一次世界大戦中の1916年1月に、プロイセン王国軍のこの F 評連隊に入隊し、西部方面へ出征した。1917年10月25日に副総長、ビザフェルドウェブルに昇進している。1918年4月に、 頭と肩を激しく負傷し、以降、ドイツの敗戦まで、フランクフルト・アンデア・オーダーで入院していた。対戦中に二級鉄十字章と、戦勝賞黒賞を受賞した。戦後、1918年から1922年に、かけて、シレジアの義勇軍、フライコールに、部隊指揮官として参加し、1921年には、シレジア放棄の鎮圧戦で活躍した。 一方、1921年から1924年にかけてベルリン工科大学に在学し、建築エンジニアとしての勉強をした。1922年から1923年にかけてはに参加し、にも入会している。1922年に国家社会主義ドイツ労働者党、ナチス党に入党するが、ミュンヘン一揆の失敗で党が解散したため、一時、 離れた。その後の1924年に入党し、8月に禁止された突撃隊 SA の偽装組織に参加。1924年8月から1926年3月22日にかけてはフロント版の北方エリアの責任者となった。また1924年に工学士の試験に合格。その後、製鉄所で統計家として勤務した後、 フロイセン収納無省に入省した。はじめ技術官助手として勤務したが、後に運河と線路の建設監督官を務め、さらに1927年には、ベルリンのゴミ処理場建設に責任を、負う部門の長官に任じられた。1926年3月12日に、再建された、ナチス党に、再入党、党員番号31981する。フライコール大や、 無職者、民族主義者のスポーツ選手などを集めて、ベルリンに最初の突撃隊、SA 部隊を創設させ、その数は1926年初めには500人に達し、ベルリンのナチ党の一大勢力となった。1926年3月22日から、ベルリン突撃隊指導者となり、11月から1930年7月にかけて突撃隊集団。 ベルリンイコールブランデンブルク SA グルッペンベルリンブランデンブルクの司令官を務めた。また並行して1926年11月1日から1928年10月1日にかけてはナチス島ベルリンイコールブランデンブルクオクダク指導者ヨーゼフ・ゲッペルスの代理となり1928年10月1日に大ベルリンオークダクが設置されると 1930年11月1日まで代理を務めた。ダリューゲはミュンヘンのナチ党中央に対しても過激な態度を取る、ベルリン突撃隊の最高指導者であった。当主はドルフ・ヒトラーは味方につければ頼もしいと見てダリューゲを取り込んだ。ダリューゲはゲッペルスと共にベルリンの過激分子を監視するヒトラー派となった。ダリューゲが突撃隊監視の役割を果たせるよう、 ヒトラーは1929年1月からベルリンの親衛隊 SS 部隊の指揮をダリューゲに任せた。さらにミュンヘンにいる親衛隊全国指導者ハインリヒヒムラーから独立して指揮して良いことも認められた。また1929年7月から1930年7月まで突撃隊最高指導部の特殊任務指導者フィアーズ BV に任命されている。 しかし、ダリューゲは、1930年8月30日の、バルターシュテンネスラベルリン突撃隊幹部の反乱を、防止できず、また、ゲッペルスの要請でダリューゲのベルリン親衛隊部隊が、反乱の鎮圧に出動すも鎮圧に失敗している。やむなく、ゲッペルスはこれまで散々けなしてきた警察に介入を、願い出ている。しかし、1931年4月2日に、シュテネスが、 再度反乱を起こし、再びダリューゲの新衛隊部隊が投入された際には、鎮圧に成功している。この際の功績でヒトラーは、ダリューゲに、SS 単位員よ、中世こそ何時の名誉という言葉を送っている。この言葉は、全新衛隊のモットー、中世こそ、我が名誉の原型となった。1930年7月25日に正式に、突撃隊を去り、新衛隊、 SS へ移籍した、隊員番号1119。ヒムラーから新衛隊上級大佐、SS オバーフワラーの階級で迎えられた。1930年12月から1931年9月にかけて、上級指導者地区、東方、オバーフデアーバーイクオスティ。1931年3月から1932年8月にかけて、第三新衛隊地区。 SS タアップシュネット3、1932年7月から1933年10月にかけては、新英隊集団、東方、SS グルッペンオースティの司令官となる。いずれも、ベルリンの新英隊を管轄する役職である。また、1932年7月の総選挙では、ベルリンから出馬して、国会議員に当選している。 新衛隊遺跡後もダリューゲは引き続きベルリンの新衛隊をヒムラーから半ば独立して収めていた。1933年1月30日にナチス党が政権を取り、ヘルマン・ゲーリングがプロイセン州内相となる。ゲーリングはベルリンの新衛隊を取り仕切るダリューゲの取り込みを狙い、2月6日にダリューゲをプロイセン州の特別任務修理員、スターツコミサール ZBV に任命し、 また、プロイセン州内務省へ招いて、ダリューゲ特別局、ゾアンディアプテイランデラガを設置させ、その長官とした。さらに3月30日には無人諸州委員、スターツコミサールオーネージェシュフフェツベリークに任命。5月11日には、プロイセン州内務省第2局警察局の局長に任命した。さらに9月には、プロイセン州地方警察省省省。 の中将の階級を与えられた。これによりダリューゲはナポレオン以来のドイツ最年少の将軍となった。ゲーリングという後ろ盾を得たダリューゲはますます名目上の上司ヒムラーを決死するようになっていった。このゲーリングとダリューゲの接近は未だバイエルン州民運編にあったヒムーとラインハルトハイドリヒにも伝わった。事態を危険視したヒムラーは 1933年春頃に、ハイドリヒ、当時新衛隊大,大佐をベルリンに派遣し、ダリューゲの説得に当たらせることとした。ハイドリヒは、ベルリンを訪れ、数回にわたりダリューゲに面会を求めたが、ダリューゲは、面会を拒否した。さらに、ゲーリングの下下下坊に、ハイドリヒに圧力をかけてもらい、ハイドリヒをミュンヘンへ追い返すことに成功した。 1934年6月30日から7月初めにかけて行われた長いナイフの夜の際にはゲーリングヒムラーハイドリヒラが主導する粛清に協力した。またエルンストレイムら突撃隊幹部が粛清されたことで様々な突撃隊の部隊や地区の指揮官に空席が生じたため次の指揮官が決まるまでの一時的な処置として打流下には5つの突撃隊集。 SA グルッペンが任せられた、ベルリンイコールブランデンブルク、中央、ポンメルン、シュレジエン、オストマルク。ゲーリングは1934年4月20日に、消したポ守機権をヒムラーに譲渡し、事実上ヒムラーたちと和解していた。しかし、ダリューゲは、引き続き、ヒムラーからの独立を目指し、続いてドイツ内務大臣、ビルヘルムフリックに接近した。 そのため1934年11月から1936年6月にかけてダリューゲはフリックからドイツ内務省第三局アプタイロン3警察局の局長をせられていたフリックとしてもヒムラーを名目上の事務職にしてダリューゲをヒムラーの常任代理にしてドイツ警察を担わせたいと考えていたまた1935年6月に コッペンハーゲンで行われた国際刑事警察委員会第11回総会にはドイツ代表として出席している。1936年にはドイツ国法学会警察法委員会オスチャッセス FR パリジーレクトデアアカデミエ FR ドイチャスレヒトの会員となる。また3月には最初の新近拘束に見舞われている。4月1日に本部長として 新英大全国指導者個人幕僚に所属5月にはベオグラードで行われた国際刑事警察委員会第12回総会に前回に引き続きドイツ表として出席した。しかし1936年6月9日、相当アドルフ・ヒトラーはハイドリヒから出されていたヒムラーが警察唯一の指揮権保持者であり、ヒムラーは独自の資格を持って内務省に参加し、 また閣僚待遇で閣議に出席すべきという提案を認めた。フリックは直ちにヒトラーに抗議したが、ヒトラーはヒムラーを閣僚にすることは認めていない。ヒムラーは事務次官として閣議に出席するだけだと返答して、フリックを納得させた。1936年6月17日には、フリックはヒムラーを全ドイツ警察長官。 シェフデアドイッチェンポリザイに任命することとなった。ヒムラーはフリックがオスダリューゲを一般警察業務を司る秩序警察長官シェフデアオードトナンスパリジーに任命し、合わせてヒムラーが不在時に警察指揮権を握る全ドイツ警察長官代理にも任命して、一応厚遇したが、ゲシタポや刑事警察、クリポなど、権力の厳選との政治警察業務はすべて、 ラインハルト・ハイドリヒの保安警察にまとめられたため、ダリューゲの権力は一般警察業務に限定されることとなった。ハイドリヒは、ダリューゲに、政治的重要事項はすべて保安警察の干渉に、属するとまで書いて、よこすようになり、ダリューゲは、次第に SS 内部における実権を失っていった。しかしこの、ハイドリヒの提案に対しては、ダリューゲの秩序警察側も反論し、 失助警察の行政、法律局長であるは、警察はもともと上動から外れた事項を処理する、巡査の発展したものに過ぎず、何らの管理的権能を備えず、ただ他からの指令を実行する機関である。と言って跳ね抜けている。1937年10月17日から20日にかけて、ローマで行われた、イタリアファシスト警察12周年式典には、ヒムラー、ハイドリヒ、 カール・ボルフラと共に出席し、10月18日には、ムッソリーニと会談している。2> 第2次世界大戦開戦後、1939年9月のヒトラーの命令や10月のヒムラーの命令により、ダリーゲの秩序警察からも、武装親衛隊に人員が出されることとなった。1940年2月から、第四 s s 警察総合的団兵士団として1万6 0人の、 警察官が出征している。また、警察連隊、1943年2月より、SS 警察連隊と、改名を組織させ、占領地区において、パルチザンの鎮圧などをはじめとして、治安一任務に当たらせた。さらに1941年7月25日と7月31日に、秩序警察長官として、シュマンシャフと、略称シュマ設立の命令を下した。 シューマとは、ドイツのヨーロッパ占領地の対独協力者を治安維持にあたる部部隊として組織させたものである。しかしシューマは設立後間もなく、保安警察の所管に入っている。1941年7月24日に、ブレストリトフスク近くでによる4435名のユダヤ人銃殺を個人的に視察している。 また8月29日から9月1日にかけて、ミンスクへ訪問し、その際にエール・ヒホン・デム・バッハと共にによる女性を含む2278名のユダヤ人の銃殺を視察している。1941年10月24日、ダリューゲは、ドイツ、オーストリア、ベーメン・メーレン・ホモ・リョー、リガ、ミンスクのユダヤ人への退去強制令書に署名している。 1942年4月に、新英隊最上位の新英隊上級大将及び、警察上級大将、SS、オバーグラパンフアラーウーンとゲンガーローバーストデアポリツァイに昇進した。新英隊上級大将の階級は、ダリューゲを含めて4人にしか送られていない。他に、フランツクサーバー、シュバルツ、ヨーゼフ・ディトリヒ、パウルハウサー、 1942年5月27日に、米面メ,メーレン保護領副総督をしていたハイドリヒが、襲撃を受け重傷を負うと、襲撃調査の監督をするために、プラハに赴きその際に副総督の職務を代行した。ハイドリヒが6月4日に死亡するとその公認に、任じられた。ダリューゲは、ハイドリヒ暗殺の報復として、ボヘミアデリディセェ村やレジャーアキ村の虐殺を行った。 一方、米面命令保護領の新衛隊及び警察高級指導者カール・ヘルマン・フランクもハイドリヒの死後本格的に権力を拡大させていたが、ダリューゲはハインツ・ラインファルトを民長官に任じてフランクの権力の抑え込みを図っていた。しかし、ダリューゲは1943年5月と6月に連続して立った親近高速で重体となり、 秩序警察長官職を7月30日より病気療養のため休職することとなった。1943年7月30日から8月31日まではヒムラーが職務を代行し、その後はアルフレート・ベンネンベルクが秩序警察長官事務取扱いとして長官職の職務を代行した。8月20日には米面メ,メーレン保護領副総督の地位を降りることとなった。 その後、ダリューゲワで療養していた。1944年5月24日に、イルゼナウ、イルセンオの492.52ヘクタール、610.000ライヒスマルク相当の辞書の所有者となり、9月末には、家族と共にイルゼナウ農場に引っ越した。1945年5月に、リューベックにおいて、イギリス軍により逮捕された。 ニュルンベルクで拘禁されていたが、1946年9月、ダリューゲの身柄はチェコスロバキアへと移された。1946年10月9日から、米面名電保護領副総督として行った行為について、チェコスロバキアの法廷にかけられ、10月23日には死刑判決を受けた。翌日、即死刑執行に決まる。ダリューゲは、 死刑執行直前に壊れたグラスで手首を切って自殺を図ったが失敗している。パンクラーツ刑務所内において処刑された。妻はケテシュバルツケタ、シュワルツ、ケタシュワルツ。1926年10月16日に結婚している。妻、ケテモナチ党員となり、党員番号118,363、国家社会主義女性同盟の団員となっている。 団員番号195万7819。決との間に二人の息子と一人の娘を設けた。また一人の養子をもらっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。